안녕하세요. はじめまして。 AI 韓国語先生のみじんです。 今日から韓国語の文法レッスンしたいと思います。 皆さんはハングル文字は全部覚えましたか? いや、読めるようになりましたか? 会話のためにもなるので、文法のレッスンの前にハングルの文字の勉強を終わらせてくださいね。それでは始めましょう。まず、 韓国語を駆使するためには語尾と語感の変換ということを身につけないといけません。語感とは単語で意味を持っている部分です。語感を区別することは勉強の全体から見ても4割だと言っても過言ではないです。韓国語単語の辞書型の腹形から見ると全部だで終わりますが、この「だ」の前までが語感になります。ハングルが読めて 辞書掲載わかれば語感はすぐわかりますね。この動画はその語感の変換練習の動画です。今日習う語尾はゴシッタです。語尾のゴシッタは日本語したいという意味になります。作る方法は語感にゴシッタをつけるだけです。簡単ですよね。語尾は語感とつくとき、それぞれのルールがあります。ゴシッタは語感にあるパッチムの有無に関係なく、 動詞形容詞の辞書形から取った語感にすぐつけられます。今日のレッスンに使う動詞はこちらです。木だ食べる、ましだ飲む、ボダ見る見る、がだ行く。それぞれの例文を見ながら語尾と語感をつけてどう使うのか慣れてください。 저는 영화를 보고 싶어요. 私は映画を見たいです。 빨리 보고 싶어요. 早く会いたいです。 ここで 보다와 見たいより会いたいという意味で使います。 저는 한국 아이돌을 보고 싶어요. 私は韓国のアイドルに会いたいです。 저는 한국에서 뮤지컬을 보고 싶어요. 私は韓国でミュージカルを見たいです。 저는 한국 친구를 보고 싶어요. 私は韓国の友達に会いたいです。 저는 동대문에서 한국 스타일 옷을 보고 싶어요. 私は東大門で韓国スタイルの服が見たいです。 저는 홍대에서 라이브를 보고 싶어요. 私は本대でライブを見たいです。 저는 한국에서 왕갈비를 먹고 싶어요. 私は韓国でオーカルビが食べたいです。 저는 비빔냉면을 먹고 싶어요. 私はビビン冷麺が食べたいです。 저는 삼겹살을 먹고 싶어요. 私はサムギョプサルが食べたいです。 저는 약과를 먹고 싶어요. 私は薬科が食べたいです。 저는 호떡을 먹고 싶어요. 私はホットクが食べたいです。 저는 한국 치킨을 먹고 싶어요. 私は韓国のチキンが食べたいです。 저는 간장게장을 먹고 싶어요. 私は간장게장が食べたいです。 저는 한국에서 짜장면을 먹고 싶어요. 私は韓国でチャジャンミョンが食べたいです。 저는 한우를 먹고 싶어요. 私は韓牛が食べたいです。 저는 육회를 먹고 싶어요. 私はユッケが食べたいです。 저는 서울에 가고 싶어요. 私はソウルに行きたいです。 저는 경복궁에 가고 싶어요. 私は경복궁に行きたいです。 저는 홍대에 가고 싶어요. 私は本대に行きたいです。 저는 강남에 가고 싶어요. 私は江南に行きたいです。 저는 명동에 가고 싶어요. 私は明洞に行きたいです。 저는 잠실에 가고 싶어요. 私は三室に行きたいです。 저는 롯데백화점에 가고 싶어요. 私は롯데百貨店に行きたいです。 저는 더 현대백화점에 가고 싶어요. 私はザ현대百貨店に行きたいです。 저는 한강공원에 가고 싶어요. 私は観光公園に行きたいです。 저는 한국에서 바나나 우유를 마시고 싶어요. 私は韓国でバナナ牛乳が飲みたいです。 저는 한국 소주를 마시고 싶어요. 私は韓国の焼酎が飲みたいです。 저는 한국 맥주를 마시고 싶어요. 私は韓国のビールが飲みたいです。 저는 한국에서 막걸리를 마시고 싶어요. 私は韓国でマッコリが飲みたいです。 저는 한국 전통차를 마시고 싶어요.
私は韓国の伝統茶が飲みたいです。저는폭탄주를마시고싶어요。私は爆弾酒が飲みたいです。저는소맥을마시고싶어요。私はソメックが飲みたいです。語尾のゴシッタは話す手と聞き手を主語として使えます。第三者になる場合はゴシゴハダシタガルをつけます。それだけは注意してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、また会いましょう。止まんなよ。アンニョン。